皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっこ、村民の用務だよ。今日もこの廃村をまるっと復興させられる世界で名を上げるために頑張っていこう。前回、ダストキングタワーを見事攻め落とすことに成功したわしらですが、そこからさらに歩みを進めていき、ようやくスクイーンの街に到着したところですぞ。久しぶりだぜ、この街も。うむ、これまで我らは、大陸の北東にある都市連合領の主要な都市を見てきたわけだが、なんだかんだでここ、シェク王国スクイーンの街が一番平和だった気もしてくるぜ。シェク王国の皆さん、お口は悪いですが、英雄リーグ連合や奴隷商、人狩り集団の方たちと違って、わしらを見かけてもいきなり襲いかかってくることはしませんからな。し、まあ今なら襲いかかってきたとしても私のクロスボウで蜂の巣にしてあげるけどね。ああ、世界観光を経た今の我らの戦闘力はシェク百人衆にも負けてはいないからな。お二人とも、なんだかオラオラしていますが、わしらは別に喧嘩をしに来たわけではありませんからね。それは相手の出方によるぜ。ふん、報酬を受け取りに来たのか。二人いるんだ、さっさと持って行ってくれ。ふむ、なるほど、やはり噂通り勢力ごとに懸賞金が別に支払われたな。ゴリロ盗賊団のボスであるゴリロさんは、都市連合とシェク王国の二つの勢力から、それぞれ別に5万キャットの懸賞金がかけられていましたが、へへ、モーンの町にあった都市連合の檻に入れて振り込まれた5万キャットに、今回、スクイーンの町のポリスメンに引き渡して振り込まれた額が加わって、トータル10万キャットの儲けになったね。例えばサットニールが担いでいるダストキングは、ホーリーネーションと都市連合、そしてシェク王国の3勢力から別に3万5000キャットの懸賞金がかけられているわけだから、うまいこと各勢力の檻、あるいはポリスメンにお引き渡しできれば、大金を稼げるわけですな。どちらも単一でポールに貼り付けか、この前の方にいるダストキングをこっそり解放して、それから別の勢力の町まで連れて行けばさらにキャットが稼げるわけだけど。まあ幸い今はそこまで金に困っているわけじゃないし、それより何より私は酒場に用があるんだよな。スクイーンの酒場といえば、もともとルカとレインがいたところだよね。うむ、あの頃はうっかりポン見逃しちまったが、どうやらここ、スクイーンの町には、まだ優秀なシェク族の戦士がいるという話を小耳に挟んだもんでよ。この方は、カンっていう名前の男の人みたいだね。ふむ、そういえば、何度か酒場で相席したことがあるが、私は自分より低身長な男に興味はないんだ。この度でスケルトン種族についてはそれなりに増員されたわけだが、まだまだ闘村にはシェクトハイブの陽性分が不足気味である。なんか角の硬い感触が。いわ。それは私のパイオスさんだ。この方が、村長が今お求めになっているシェク成分。私はこっちの人の方が気になるんだけどね。なんで上半身もろ出しなんです。俺の名前はカン。フラットスキン、俺に何か用か。ビーチクルーザーもろ出しだぜ。女性、いや。聞け、フラットスキン、俺はシェク百人衆にも匹敵する。昨今ビーチクモロポンにはうるさい世の中だからね。わしらで隠しておきましょう。一応絶対に見えないように配慮しておいた。絵がちゃんといい、何かとうるさい世の中だからな。それで、俺に何か用なのか？うむ、我らは今、優秀なシェクの戦士を探しているところだぜ。なるほど。か弱きフラットスキンには、俺のような屈強な護衛が必要ということか。ほう。この私がか弱く見えると？少なくとも、わしらはか弱く可憐な乙女でありますぞ。はは、か弱きフラットスキンが税制を求めている、面白いことだ。そのフラットスキンとかいう別称、気に入らねえからいい加減やめろ。そうか、俺はお前が気に入ったぞ、フラットスキン。栄養大切にし、気骨もある。フラットスキンにしては珍しいことだ。俺を雇え。支度金は6000キャットだ。おお、ずいぶん話が早いね。雇えか。あいにくと私は命じられるのが嫌いなんだ。ふふん、ますます面白いな。いいだろう、マリサ。これは命令ではなく提案だと受け取ってほしい。ほう、その返し、なるほどなるほど。勘よ、貴様一見口は悪いが、なかなか柔軟な男と見たぜ。よろしい、6000キャットか、その倍でも惜しくはない。勘、我が軍門に下るがいい。ああ、これでお前たちは俺のフラットスキンだ。例えばブマスターであっても、お前たちに指一本触れることはできない。おお、兄貴、勘の兄貴だぜ。なかなか言うじゃないか。もしお前たちに害を加える奴がいれば、この俺が背骨を引きずり出してやる。背骨を抜き抜きか？私も一回しかやったことがないが。こちらがカンさんの現在のステータスです。新加入したてと考えたら、なかなかの高スペック男子だぜ。うむ、ようやくこのクソ重い武器を押し付けられる奴が見つかったぜ。カンさんはもともとサーベルをお持ちだったんですな。赤ちゃけたサーベルなんて兄貴にふさわしくないぜ。ああ、とりあえずカンには、このゴリロ盗賊団のボスからパチッた番犬を支給してやろう。それにこれは元百人衆がかつて所持していた名刀じゃ。ルカとレインの二人はフラグメントアックスにこだわりがあるようでな。うむ、ルカがフラグメントアックスで、私が番犬だなんてありえないんだよ。言ってもその番犬も重量48キロあるから。ひ、
不自由なく振り回すには武器重量の倍、つまり最低でも筋力96は必要なわけだね。菅さんには死ぬ気で筋トレしてもらわなければいけませんな。それから数日間、福音の街で恒例の新人歓迎シャトルランを開催していたわけだが、途中で、これハブの街で研究しながらやった方がいいんじゃね。ってなことに気づいたわしらは、実に約200日以上ぶりに、研究台のあるハブの街への帰路に着きました。キャットとカン、新加入した二人の基礎体力ができるまでの間に、インドア系スケルトンのサッドニールにどんどん研究を進めてもらうつもりである。あれ、もともとは霊夢が研究してたんでしょ。ふふん、確かにこのわしは科学スキル70以上のオールマイティエンジェルですが、あくまでもわしはエキゾチックな味を追い求めるシェフですしな。これからは研究はサッドニールさんにお任せして、わしは料理に専念することにしたんですぞ。って言ってるけど本当のところは？スケルトンのサッドニールの方が不眠不休で働けるからな。研究にはかなりの時間がかかるから、今のうちからサッドニールに慣れておいてもらった方が都合がいいんだ。それに私とレイムは武術家、キャット、カン、ルカやレイン、アブヌと一緒に、少しでも筋トレを行い、己の末走をいじめ抜いておく必要があるぜ。また300キロの重りを担いで走らされるわけですか？へへ。ご愁傷様だぜ。もちろん用務の他、手の空いている村民にも付き合ってもらうからな。さっぱりしたじゃん。うん、床屋に行きました。さて、それじゃあ諸君、まだ大陸の南西部分が残ってはいるが、もうそろそろ本格的に我らが主体となって運営する村 UIS 村陰剣士の創設に着手する時期である。その基礎となる研究、そして愛すべき我が村民諸君の体力づくり、この機会にその両方を鍛え直していくとしよう。あやいさ、はい、そんなこんなで、サクサクっとハブの街に設置してあった研究台レベル3を、最上位のレベル6までアップグレードしました。うむ、あとはこれまでに貯めてきた AI コアや古代の科学書、工学研究所を使用して、サッドニールにどんどん研究を進めていってもらおう。とりあえず、壁や門は一旦頑丈なやつを建てられるようにしたいね。以前にバーンさんとお約束した通り、すでにスケルトン修理台、いわゆるスケベットの研究は済ませてあります。他にもいくつか工学関係の研究を済ませたら、あっという間に工学研究所がなくなったな。電力が足りないような気がしたんで、屋上に小型の風力発電機とバッテリーをつけたんだけど、なんとこの世界の発電機は電線不要、近場の白物家電に自動で電気を供給してくれる優れもののようです。爆発して周囲に火の粉を散らせることもない。それだけでも我らにとってはノンストレス痛快エブリデイである。しかしさ、やっぱりこのハブの街はボロンボロンだね。確かに、ショーバタイやヘフト、ヘングなどの都市連合用の街々を見てきてから、改めてこのハブの街を見てみると、ああ、その廃墟具合がなんとも際立って見えるな。モーンと違ってディープシングなんかの危険生物もいないわけだし、綺麗に復旧してあげれば。はい、居場所のない人たちの拠り所になれるんでしょうな。というわけで、できる限り復旧してみた。お、随分綺麗になりましたな。ひ、こうしてみると、ホーリーネーションや都市連合の下手な街より綺麗に思えちゃうね。ふふん、そうだろうそうだろうそうだろうともさ、サッドニールの研究が終わるまでに、ここハブの街周辺にある都市やウェイステーション、さらにはハイブ村に至るまで、この私が自ら走って買い集めた資材でもって再興してやったぜ。すべての家屋はパブリック、すなわち誰でも自由に出入りできるように設定してあります。私たちが旅立った後で、誰かの居場所になってくれるといいね。まあ心なしか、ますますゴーストタウン化が進んだような気もするが、これも我らのポリシー。しつこすぎる迫害に従った結果と思えばやむを得ず。それで村長、サッドニール君の研究も一段落したで。ですです、これからのご予定なんですが。うむ、すぐさま UIS 村設営に着手しようかとも考えたが、やはりホーリーネーション領や南東部以外でまだ足を運んだことがない都市があるのはもやもやさまーず。まだ私たちが行ったことがない町っていうと、大陸の南西部にあるこのクラウンステディという都市ですな。ああ、おそらくここと、そのさらに南西にあるドリフのドリフターズラストという都市、この2つは都市連合領の町に違いないぜ。スワンプ経由で南下した後、この2つの都市を巡った後で、いよいよもって UIS 村設営に着手するとしよう。あやい、ひ、できれば用務クロスボウ部隊も、あと数人メンツが欲しいところだね。今回の都市巡りで、仲間集めも一段落となるからな。ユニークそうで、かつこの私の心を震わせてくれそうな奴がいたなら、積極的にガンを飛ばしつつ私に知らせてくれたまえ。了解だよ。ん？どうやら、この辺りにロットっていう名前の村があるようだぜ。前回スワンプエリアに入った時には通らなかったルートをあえて選んでみたが、やはりこの場所にはまだ隠されたスポットがいくつかあるようだぜ。あ、相変わらずというか、しつっこくブラッドスパイダーさんたちがわしらにヘイトを向けてきてますがね。この襲われている人はご当地野党の蛮族さんだね。レッドサーベルってやつか。ブラッドスパイダーさんに怠慢でボロ負けしているようですな。よくそんなんでこの場所を縄張りにしているよな。あ、やられたようだぜ。キャット、
雲居抜いといて。OK 兄貴。こういったご当地野党はもちろん、スワンプエリアには私の勘に触る連中が大勢いるからな。どうする、村長。この機会に処します、処します。とりあえず、今回はご当地野党を潰すだけで村長、我慢するつもりである、って、ですか。生ぬるいぜ。ハウンズとかストーンラットとかいうギャング連中も、パッパと潰しちまおうよ。スクイーンに勘という逸材が埋もれていたように、ハウンズ勢力下のシャークヤタのスワンプ村にも有望な人材が眠っている可能性もあるぜ。なるほど。スワンプに私の子分、ヨウムクロスボウ部隊に入れそうな人がいるかもってこと？うむ、その通りだ。ハウンズ勢力を潰すのは、スワンプやクラウンステディ、ドリフターズラストを巡り尽くし、村を設営した後のお楽しみにとっておくとしようぜ。うん。しかし、このロットという村にも、やはりハウンズ所属のクソジャンキーマイスターさんがいるようですな。当たり前のように魚と並んで橋を売っているぜ。ふん。灰になっていられるのも今のうちだけだぜ。全員と捕まえて漏れなくデッドランドの U3の海に沈めてやるからな。盗もうとするなら指を折ってやるからな。お前は親指以外まるっと溶かしてやるからな。ひえ、どうやらこの村の連中は皆ハウンズ所属のギャングらしい。それじゃあ、手加減はいりませんな。近い将来廃村になるのが決定したわけだね。うむ、そういうことだ。それでは、我らが剣士世界の大陸探訪、その最後の爪を開始したところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。